まずは、為替については自民党総裁選後先月30日一時1ドル141円台まで円高が進みましたがその後、石破総理が日銀の追加利上げに慎重な発言をしたこともあり円安が進みきょう午後5時時点での東京市場の円相場は1ドル149円44銭から46銭となっています。 日経平均株価は石破総理の就任後一度、大幅に下落しましたがその後は再び回復傾向にあり今日の終わり値は3万9180円30銭で取引を終えていますさて長浜さん、これ今後の株価の動きなんですがどのようににご覧になってますか、はい、あの実はあのー、マーケットではです、ね、あの選挙は買いというまあ格言みたいなものがあってですね、えー まあ実際1969年から直近までの17回の衆院選の期間を見ると全てその期間株上がってるんですがこれ言われているのがやっぱり新政権の期待と、まあ、いうことで買われるっていうことは言われているんですがただ今回はですねやはりあのおそらくまあ自公与党がですね 議席を減らしそうじゃないですか、はい、となってくるとあまりそのなんですかねあの新政権の期待って多分高くないと思うので、えー、政権不安定のリスクもあると思いますからまあ過去みたいに上がるっていうのはなかなか難しいのかなというふうには、はい、伊勢山さんまあそのねこれ新政権で株が上がるもんだというのは期待値は、えー、まあ過去にはあったということで、うんうん、今回なんかでもですね発足直後になんかね、はい あの利上げの話みたたいなな流れになったら突然株が下が下るとかですね、うん、だから為替レートとこの株,だ株との,この関係っていうのは非常に気になるところなんですが、うんうん、今後はこれどう推移するといううにお考えですかまああの岸田政権のまあ経済政策を引き継ぐと言ってるので、ええ、まあしばらくはまあ円安傾向で株も上がるっていうです、ねええ、その傾向が多分続くんだと思うんですけど、ええ、あとは選挙次第でまあどれぐらいまあ与党が議席を減らすのか はいですよねから、まあまあえー、今日なんかも株価がだいぶ動いてますけども、ね、かなりやっぱりじゃないですかこう乱高下するような相場でただまあ長期的に政策転換がなければ円安方向で株高というのは続くというふうに見てますけどこれですから今日も今150円近いというかですねその為替レートでいうと、はい、なんとなくこうその円安ので株高という状況が。はい 続かざるを得ないのか、そういうもんなのか、これどうか、まあ、見たらいいんですか。あのこれはまあ僕はいつも言ってるのはですね、まあ、これは円が劣化しているので円安っていうのはね、えー、円が劣化してるんで同じまあ、えー、ケット価格のものがあったらまあそれは上がると、まあ土地も上がるし株も上がる。えー、ただ円安になると株が上がるというのは今あまり決して良くない株高だというふうに思ってるんですね。えー、はい。ですからまあ基本的には円安 株高っていうそういう方向の政策も打ってきたのでこの傾向は当分、うん、止まらないというふうに思います、ね。長さんもやっぱり同じようなお考えですかあとはやっぱり為替、えーまあ、については、えー、まあアメリカの影響もあると思うんですけども、えー、まあアメリカもまあ一時期、ね、その悪い雇用統計が出て、えー、リセッションのリスクも高まったんですけども、はい、まあ日本とは逆にです、ね、アメリカってやっぱり予想以上に経済が強いので。はいはい ととと、いうことを考えると、まあ、アメリカも、ね、大統領選を控えているのであの、ね、トランプ氏と、ね、ハリス氏どっちになるか、ねはい、変わってくると思うんですけども、はい、多分トランプ氏になったらよりインフレの懸念が強まるので。 より円安ドル高になるんじゃないかなというところで言うと、やっぱり円安気味が続くので、まあそういった意味では、まあそうですね、そのお方で株価もまあ比較で堅調なのかなという感じだと思います、ねね、石破総理は就任後政策面で自身の発言にブレが出ていると指摘されています。日銀の追加利上げをめぐっても石破総理は当初安倍元総理の経済政策アベノミクスの柱である 異次元の金融緩和に否定的で利上げ容認派とみられていましたが今月2日の日銀、上田総裁との会談後追加の利上げをするような環境にあるとは考えていないと一転、利上げに慎重な発言をしたことで市場が敏感に反応し現在、円安が進んでいます。 磯山さん、まあ、石破総理のこうした発言って、まあ、国民からしても少し不安になるところがありますし実際に市場もまあ動いてしまうところもあると思うんですがそもそも石破総理の経済的な知見というのはどんななににご覧になってますかそうです、ね、あの実は5月の終わりにですね日本政治法律学会という学会があってですね、ええ そそここにあの石破さんいらっっしゃってそこで講演をしてですね、ええ、でその後あの討論,討論者あったんですけどまあ僕私も討論の一人でこう質問をしたんですけどもまあその時にまレイが言ってたのは100年前のまあ政治経済状態と日本は今そっくりだからまあ非常に危機的だとえもうこ,れはこ,のこのまま何にもしなかったら本当に日本は沈むということをおっしゃってたんですね、ええ、そのすごい危機感を持っていて。 でまあ、当,当時、円安ががんがん進み始めていたのでこの円安どうするんですかと言ったらいやそれはもうこれだけ日米金利差が開いてるんだから日本の金利上げなかったらだめだよということをは,、まあ、はっきり言ってたんですね。えー、で,いやでも金利上げたらこれ、地銀とか、まあ、ゾンビ企業と言われるところとかみんな大変ですよみたいな話したらいやそれは今まで改革をしてこなかったんだからしょうがないよということを言っててですね、えー、あこの人意外とタカ派というか経済的に言うとショックが。 起きても改革をするという姿勢なんだと本音ではですねまあその当時まだあの全然総裁選に出る予兆もなかったのである意味本音だと思うんですけども非常にあの経済に関してはまあシビアなものの見方をしているというですねまあ転換をしなきゃいけないというふうに思ってたのでまあ早速まあやっぱり株が円,安に触れ円高に触れてたのはですねその総裁に決まった瞬間ね円高に触れたのはまあそういうことだったというふうに思いますね。 これはだから円安でこの輸入品のね価格というのがまあまあどんどんこう上昇するというか中でいうとこの間あの家具の大手の,ねあの会長さんですか,なんか読んでたらやっぱりこれでは今は厳しいと。 やっぱり130円ぐらいなら出なきゃとか言ってるんですが石破さんあたりは実際の本音では今,今の状況を、ねあのー、やっぱり円安がどん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 続いていくことはよくないっていうふうには絶対思ってるんですね、ええ、で特にあのあの彼はやっぱり安全保障に関心がある人なのでやはり安全保障で防衛費いくらに GDP の2倍にしてもですね円安になって、えー、円が弱くなったら、ええ、アメリカから買ってくる武器の値段というのはガンガン上がるわけで。はい 実際やはり富国強兵なので国を飛まさないと、えー、まあちゃんと防衛はできないというふうに思っていると思います、えー、ですから、まあ、今のようなです、ね、円安になって経済が停滞していくっていうのは、まあ、どっかで転換しなきゃいけないとまあ本音では思ってるんですがあ,あ,のあの瞬間にです、ね、株が1900円も下がったのでもうその瞬間もうなんかですか、ね、マーケットにの判断に耐えきれなくなってでいや金利は いやいや我々から見たらそう見えって永濱さんあのま物に懲りてナマスを吹くっていうかですねあんなに2チ近く下がったらとんでもないけどそんなこと言ってられないともう思ったままずっといや私の感覚としては石破さんってこれまではね党内の非主流派ということでまあ言うなればアベノミクスに対して批判をしていると。 でまあ、それだけであって、まあ、そこまでやはり経済政策に対する信念がおありにならないんじゃないかなと思ってましてでそういうことを考えるとやっぱりね実際自らが総理大臣になるということからすると、まあ、これまでの岸田政権もそれに近かったと思うんですけど、まあ、そこまで経済政策に信念がないと結局まあ下から上がってくることをまあそのまま受け入れて。 やるという方向性になるのかなということからすると、まあね、今でも言われてますけど、まあ、結局岸田のミクスの、まあ、継承みたいな感じであんまり変わらないんじゃないかなという感じがしますけどね、はい、そんな中で二十七日に投開票される衆議院選挙の争点の一つが物価高対策です各党はどのような公約を掲げているのでしょうかまずは主な物価高対策を見ていきます自民党は 物価高の影響を特に受ける低所得者世帯への給付金公明党は低所得世帯や年金生活者への給付金立憲民主党は給付付き税額控除を導入そして日本維新の会はガソリン代値下げ電気料金高騰に対し直接給付共産党は一時的な給付などではなく消費税減税 国民民主党は電気、ガス、ガソリン代、水道料金値下げ令和新選組は季節ごとの10万円のインフレ対策給付金、冷暖房補助のための緊急給付金社民党は家計に素早く恩恵をもたらすには消費税減税。賛成党は、 電気料金を東日本大震災前2010年のレベルにに戻すという内容になっていますまあこれ各党の今ね政策を見ていただいたんですがまあ給付金であるとかですね減税であるとか公共料金の値下げってまあ,あのまあ一般の人から見たらなるべくまあそういう期待値はまあ,あるのは事実だとは思うんですがトータルのこの物価高っていうことを考えたときにですねまあこれ今出てるような 政策対策だけでいけるのかそれから実現できるのかという問題もあると思うんですけど永さんどう見てますかこれ各党の政策やっぱりあの迅速にやるということを考えた場合は、えー、まあなかなかその税制を動かすというのは難しいのかなと、えー、まあなってくるとやっぱり補助金とかですね給付金とか、えー、まあそういうのにならざるを得ないのかなというふうに思いますけども。えー ただ一方で,です、ね、あの例えばその給付金といってもです、ねまあ、れ,れいわ新選組が言っているのは、はい、季節ごとの10万円の給付金でさすがにこれはちょっと財政的に厳しいんじゃないかなと思ったりとかです、ねはい、あとは例えば立憲民主も給付付き税額控除もです、ねはい、これちゃんと、ね、みんながマイナンバーで、ね、こうある程度所得が把握できなかったりできなかったりするのでその辺り現実的に考えると、まあ他の政党が言っているように、まあ、給付金と補助金、まあ、この辺にならざるをないのかなという。はい します。ただこれずっと言われているテーマですけどね。じゃあ財源というのはどうするんですかと。はいはい、そんなとこあったらあんまり言わないから給付金の額だってあんまり具体的なものは出てきませんよね。この辺りどう,う,、ね、どう見たらいいんですかね。多分あのいや一方であの今インフレで我々は苦しくなってるんですけど政府の税収は上振れしているのでまあ数兆円ぐらいだったらあの十分余裕があると思うんでそういった意味では。ええ <laughs> あのはい、例えば自民党が言ってるのは低所得者世帯の給付金とかね、はい、そピンポイントでやるぐらいであればあの全く問題ないと思いますけどもただねさっきも言いましたけどあまり金額がね大きくなってしまうと、まあ、それはそれでまた問題なので。 それはは多分現実的には無,無理なななんじゃないかなと思いますねうんこれ伊勢山さんこれ現実的に、ねはい、対応できるものなのかどうか確かにあの税収が増っていうのは、まあ、あのあ意外な部分で受け止めて、うん、あ数兆円とかって先ほど出ましたけどはい、はい、とは言いながらですね将来的なことを考えると,、うん、とってよく出るんですけども、はい、その辺のバランスを考えた時にどうう考えたらいいんですか、はい、そうですすかそね、まあ、給付に関して言うとですね本当にあの困ってる人に給付をするっていうのは非常に大事なことだと思うんですが。えー その低所得者っていった時にですね、まあ、高齢者がほぼ該当するわけですけども、はいええ、本当にあの困っってている人ななのかかよく分かん,ないんでつまり資産をたくさん持ってても所得は少ないからということはよ、はい、まあ往々にしてあるので本来はやっぱり働いている世代の若者で今困窮している、ええ。 困窮に直面しているような、はい、でもそこそこの年収はあるんだけどでも生活がすごい厳しくなっているところに、はい、え恩恵が及ぶようなです、ね、ことをしないと、えー、あの消費が増えたりとかいう、まあ、経済循環には結びつかない。えーえー 高齢者にばらまいても貯蓄に回ってしまったら何もならないというふうに思いますよ、ねええ、だから本当に困ってる人をちゃんと補足できるかっていうかその部分っていうのも結構これ、うん、瀬さん大事な部分があるんじゃないかとた、ね、だからその補足できないからじゃあ補足できない中で何が一番効果的なやり方かというと、ええええ、まあ、まあ、僕は減税の方が本当はいいと思うんですけどね。ななかなかそれは、うん その、ね、まあ時間かかるってことですかね。長門さんどう見ますか。だから補足できない部分があるから、はいはい、減税かなんかでやるとか、こう金戻しするとかですね。はい。い,いろんなこと言われてきてるんですけど。はい、いや本当だらね。本当に減税の方がいいんですけど、えー、ただね日本の法律ではすぐに多分いじれないと思うので、はいえー、まあそこがちょっとネックですよね。えー、はい。衆院選の争点物価高対策続いては消費税についての公約を見ていきます。うん、自民党は。 まず具体的な言及はありません公明党も具体的な言及はありません立憲民主党は軽減税率に変わる還付制度を導入そして日本維新の会は8%とし軽減税率制度を廃止共産党は廃止を目指し当面5%に国民民主党は 実質賃金が持続的にプラスになるまで5%に。続いて、令和新選組は廃止。社民党は3年間ゼロ。そして最後に、参政党は減税と社会保障の最適化により、国民負担率を上限35%にという内容になっています。 これあの消費税の問題とかですねとにかく引き下げるか廃止というのがまあ,あの、まあ、非常に心地はいいんですよね聞いてる方はねっていうかそうなってくれたらなって思いはあるけどもただあのこ、まあ、別に私があの国家を背負ってるわけじゃないですけど将来のことを税制というようなことを考えて財源の問題とかというの社会保障の問題とか必ず出てくる話なんですがこの今の一連のものこれあの与党の方は 研究はないということが今出てるんですが、はい、これ長間さんどう見てます？はい、これまあそうですね。あのまあ、できるのであれば、それはあの給付金よりも消費減税の方が使わないと恩恵を受けきれないので、えー、需要喚起の効果が高いんですよね。ただ、そのこれいろんな政党を見てみるとですね。やっぱり先ほどお話し合ったとおり、消費税ってえー、100%じゃないですけど、社会保障にかなりの部分紐づいているわけなんですね。ということを考えるとまあ、当然のことながら廃止とかですね。 まあいきなり当面パーとかですねこれ多分現実的に難しいのかなというふうに思いますでもちろんね現実的に難しいんですけど私が仮にね消費税いじれるのであればあのいいんじゃないかなっていうのがあ,の、まあこれ出てるんですけどあの軽減税率のところですねここの部分を、えー、今8%適用を非課税にすると、はいはい、これだけで年間の財源が4兆円で足りるんですね。で、えーはい、実は社会保障と紐づ付いてない部分が5兆円以上あるので。 社会保障のの財源とととこはは心配ないですとであとは経済が正常化さっき国民民主なんかも書いてありましたけど、はい、例えば実質賃金が安定的にプラスとになればですね軽減税率は非課税のままで、はい、海外みたくで標準税率を2%ポイント上げるだけで、えー、これ4.6兆円ぐらい税収が入ってくるので、はい、結局トータルでネットで税収が増えるような形になる,なるわけですからこういうのをやればいいと思うんですがでも消費税は実情ね政治的なハードルが非常に高いので。まあ であれば私はね、あのー、今回ねあまりそのなんですかね給付とかそういうばっかりの話しか出てないんですけど結局食料エネルギーの負担が上がってるってことはこれって例えばねもうちょっとね原発の再稼働ね安全なやつを早めにね、はい、することによって電気料金を抑えるとかあとはちょっと時間かかるかもしれませんけどももうちょっとね食料自給率を上げるねはい,、はい、いろんな政策物とかそ、はいはい、あそれで構造的なあの議論もですね少しちょっと、はい。 まあ、あのー、踏み込んでほしいなというふうに思いますけどね。まあ、的な議論というの、と、はい、今お話も出たんですが。伊勢山さんはこれね、はい、各党の、これ、まあ、消費税に関するの、のいつも、あの。うん、とにかくね、ね、下げろとかですね。まあ、廃止なんていうの,の、ところも、党もありますけども。うん、現実、今、今までも、その三パーセントから五パーセント、八パーセント、一パーセントというですね。うん、経緯を見てますとね、それは、まあ、政権党としても非常に苦しく。国民の反発も受けながらという、ただし。 財政というか将来というかよく出てくるんですがこのありはどう見てますか、はいあのー、やっぱりこう今一番問題なのはこのまま物価高が続いていくとみんながこ生活防衛でまあ使うものを減らす食べるものの量を減らすとか買うものを減らすまあいわゆる消費が落ち込むわけですよね。そうなるとですねもう完全に経済が一気に冷え込んでしまうのでそれを止めるためにはですね そのためにやっぱり僕は消費税を時限的に下げるっていうのは、まあ、非常に効果があるというふうに思いますし、ええ、まあ諸外国みんなあのコロナの時にですね下げ、はい、たわけですよですからそれがあの、まあ、できないっていう理由は全然ないと思うんですねあとはまあ財務省出身があの多い国民民主党なんかがですね、ええ、こうで消費税下げろっていうことを言ってるっていうのもですね えー、いや、彼らプロなんで、ね、そ,れそれができると言ってるようなものですからそんな無理な話じゃないと思うんですがただ、ただ一、ね、回下げてしまうと上げられないというふうにみ,、ねえー、みんな言うんですよあの、えー、特に財務官僚は下げたらもう上げるの大変なんですからというんですが、はい、まあそこはだからもう最初、下げるときからですね、まあ、次元的に例えば1年間とか決めて、えー、で上げるときに下げたらそれを上げていくのはこう1%ずつ毎年上げていくと。えー いうようにしてこう。経済に影響が少ないようにするとかですね。んなんか最初からきちっと決めないと一回下げたらもう政治的に二度と上げられません。っていう風になるのはまあ、日本のあるあるのパターンですよね。 まあ今まででそういうい議論ですよね一、はい、回下げてしまったらそれはもう上げるなんていうのは不可能とは言ってないけども、ねはい、まあそれはあの財務省なんかはうんという,、うんうね、間違ってもそんなことは。はい、でもまあ長浜さ,さんのおっしゃるですねそのやっぱりいわゆる食料品の、まあ、軽減税率部分をまあ下げるはい、はい、あるいはなくすっていうのはまあ十分にありうると思いますし、はい、まあそれが多分一番生活に密着したところなので。 多分経済に一番効くと思うんですよね。ええ、で、やっぱり八パーセントと十パーセントの差っていうのは日本ぐらいですよ。この二パーセントしか食料品とパンダモールヨーロッパなんかももう例えば二十と七とか六とかそれぐらい差があるとで,そ,で、ね、そこはやっぱり高すぎるんだと思いますね。生活必需品の税率が、ええ、だからそこは下げるべきだと思いますね。これはやっぱりあれですかね。あの非常にそれは煩雑なこの作業が必要なのかもしれないけど。うん もうええやってやろうと思ったら、できるというもんですかね。あまあ、上げると時は上げたんですから、下げると <laughs> <laughs> いう感じで <laughs> なおさん上げる時は、下げる時下げないっていう。ことでしょうか。かこれなら、あの、下げるんじゃなくても、非課税にするわけですから。まあ、簡単なんじゃないですかね。むしろ税率が一本化されるわけですから。ねはい、むしろ、て、非常に店頭においての煩雑さっていうのは、よく言われましたけど。はい。 そこは多分あの生活必需品なんで多分贅沢品とかだと買い控えとか起きちゃって大変だと思うんですけど、はいはい、多分生活必需品なんで。 その辺の多分反動とかはそこまで大きくないんじゃないかなと思いますよ、ねう。レジメが混乱するとかテーマーいろいろありましたよね過去も。はい、もしやればという。でもソフキャビアはキャビアは本当に生活必需品なって話 <laughs> です<対>その話まで出るんですよね。<laughs> そうですね。議論が起きますよね。はい、そして物価高対策には賃上げも重要ということで最低賃金については。 維新とと党党以外の政党が時給を引き上げるいいう内容になっていますさてこれある最低賃金の問題ってね、いやもうなんか韓国にも抜かれたし、まあ、シンガポールなんかもうずっと前から先にそうだったとか、海外を行ったら2000円以上の当たり前だとか、まあ、比較はよく出るんですけども、このあたりで言って、ただし、この急にですね、まあ、いろんなあのやっぱり中小企業の経営者の皆さんなんかが言ってるのは、急にやられても、 それだったら経営そのものがもうに響くと言うんですが、長間さんこのあたりはどう見ますか。そうですね。やっぱりある程度のペースで最低賃金を引き上げるってことは必要だと思うんですけども、ええ、まあ特にね、あのまあ時効が言っている5年以内とか2020年代に1500円ってやっちゃうんですね。ええ、これ毎年た多分89円ずつ上げるんですね。ええ、これきょ今年が過去最高で51円とかだったんで。ええ 結構な幅だなとなるとやっぱりね中小企業には結構大変だなっていうこと以上にですね私が心配しているのがやっぱり今年収の壁があることによってこの最低賃金引き上げる中でパートタイムの方々なんかが労働時間減らしちゃうっていうそういうのがあるわけですねなのでまあこれ最低賃金の引き上げやるんならまあまずね上げるペースを考えるっていうこととやっぱり年収の壁を取っ払うことしないと。 逆方なっちゃう可能性があるんでそこはちょっとと注意してやらないといけないと思いいけ、ね、そうですねこれはあの瀬山さんえー、っとこれは国民民主党玉木さんかな、うん、いやもう170だから180万とか出してますよね、うん、やればできるんですよと、はい、まあ一瞬マイク握ってやってますけどもうん、うん、ど,どうなんですかねその辺りっていうのは。いやほんとにおっしゃるようにあのどん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 ,なんですか最低賃金が上がって賃金上がれば上がるほどそこのボーダーが低くなるわけですから、ええ、そうすると、まあ、そこから先は働かないっていうことが出てきちゃいますよね。ええ、だからそれはもう まあそれはの所得課税の最低限もそうなんですけどやっぱりこうちゃんときちっと物価が上がったらその分きちっと上げていかないとですねまあ負担はどんどん大きくなる最終的にあのまあその中小企業の経営者から言ったらねそれあの今日も出てば記事も出てましたけどそれがったらあの例えば部品工場の中自動車の部品を作っているこうね中小企業の会社だとじゃ部品を値上げしなきゃいけない。 だけどそれは親会社が認めるかというようなことも含めて非常に苦しい判断をしてなければいけないという声もあるんですがどうううででしょうねね、はい、そうなんですよ、ね、ただ、大体その自動車部品なんかは最終的に海外に売ったりとかしてそこれはドル建てで売り上げが立つので企業は儲かっているわけじゃないですか。 そうしたらこの最低賃金円建てにしてるとですねどん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 実質的には賃金下がってることになるわけですね、ええ、だから1500円でもこれ円安がどんどん進んだらですねあの全然上げてることにならないですよねですから僕はあの最低賃金は各国と競争してる賃金なのでドル建てにしたらいいと思うんですけどね <laughs> ドル建てで、ねはい、ドル建てで決めてそう,そうすれば販売価格もドル建てにリンクしたものにか上,げ上げていくので、ええ、結果的にはちゃんと 価格が上がっていくと思うんですけど、これあの千五百円でいくら決めても、これどん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 円安が進んだら、ねまあ、全然上がらないことになって、ね、国際的に見たら本当に安い日本になっちゃうんで。まあ今でもね言われて、はい、このあたり、さんこれまあその今はね、はい、ドル建ての話も出ましたけれども、これ現実にだからある程度皆さんがあるその収入としてね。 受けて、まあ、今世界でも非常にアジアの中でも非常にこの最低賃金がって言われてるような日本ですけども、はい、買われる要素っていうのは、まあ、なんか年間80万円って出てましたけども、はいはい、ど,どうなんですかね現実味としていやできないことはないと思うんですけどやると先ほど言ったように労働時間減っちゃったりとか、ええ、あの中小企業の倒産が あと私がもう一つ気になっているのがこの立憲民主のここに括弧で書いてある日銀の物価安定目標を2%を0%調理するというところなんですけどはい、はい、これ実はまあマクロ経済学的に言うとですね、あのー、インフレ率と失業率ってトレードオフの関係があるので、はい、多分0%調にやっちゃうと多分失業者は増えると思うんですけど多分それだけ結構金融引き締めをやるってことになるんで。 まあ、そうなると、まあ、結構円高は進みやすくなると思います。えー、なので、あの現役世代の人からすると、この政策は非常に厳しいなっていう感じなんですけど。もうリタイアしちゃってるシニア世代の方から、方からすると、もしかしたら結構魅力的に映るかもしれないです。<laughs> はい。それで、どうぞ、磯山さん、どう思いますか。か いやーだからまあその0%超っていうのが実際に <laughs> 実現ができるかっていうですねはい、はい、まあ2%超でもなかなかコントロールできなかったわけですので、えー、まあそこに目標を置くこと自体がもう今や今意味があるのかっていう感じがしますけどね。 これずっとねお話伺っているとね、うん、日本っていうのはこれから本当大丈夫なのかなっていう気にもなってやっぱりこれ政治家の皆さんが相当真剣になっていろんな政策を出してるんでしょうけども,も具体的にやっぱり日本がなんか少し明るい規模が見えるようなものにしてもらわなきゃいけないんですが、ねはい、そういう中でいうとこれあのこれ伊勢山さんやっぱりね、うん この日本というのは、本当にいろいろ、もう衰退論であるとかね。いや、もうダメだみたいなのも、ういろいろ論陣を張って、いろいろ。中でもネットでも、なんかね、論争みたいなの出てますけども、まあ変える。今、今回の選挙で、まあ、いろんなこう政策が出てますけども、変えていけるものとしては、何のこれきちっとしたものを出していったらいいんでしょうかね。まあ、あの、いろいろなことがあるんですよね。本来やらなきゃいけない改革で、結局、その、まなんですかね、国も個人もそうですけど。 貧しくならないためには稼ぐしかないので、はい、その稼ぐ術をですね、きちっとこう用意した方がいいだけの話で、はいはい、でそのためのなんとかね、あのバリアになっているものとか邪魔しているものを排除していくっていうですね、はい、新しいことをやろうと思った時も規制があるとかですね、はい、いうのを排除しないと、それは収益は改善しないですよね、収益量は改善しないですよね。はいはい、ですからそこをまだまだやることたくさんあると思うんですよ。えー、まあ日本でなか新しい企業をしようと思ったときに。 まあいろんんな規制があるんですよそれをまあ一つ取っ払うだけでも新しいビジネス生まれるっていうのはままだあると思いますよここに来られた政治家でもね、うん、あの総裁選前とか入ってからもそうかな言ったら、うん、そういうものを変えなきゃいけないと規制というものを。はい ずっと壁を壊さなきゃいけないと言うんですけどなかなか壊れてない部分というのかやっぱり既得権を主張するようなグループがあったりとかいうようなことなんでそれから半導体もね今九州にまあ台湾から来てとかありますよねラピダスがあったりとかでそういうことによって本当に日本というのはかつてのこうなんかね輝けるような時代に戻れるのかっていうのはこれは豆山さんどうしてったらいいというふうに思いますか 取り戻せばいいいだだだけのの話なのでまだまだまだチャンスあると思いますよ、えー、これだけ規制があるってことは逆に言うとそれを取っ払えばいろんなチャンスが生まれてくるってことなので、えー、まだあの僕はそんなに悲観的じゃないですけどね。これ<俺>、えー、あの長浜さんはど,どう見ておられますか、はい、これ そうですねあのまあ今の磯山さんの意見と結構近いんですけども、はい、あの結局今回の総選挙で結構議論で盛り上がってるのって今紹介されたような本当にこう短期的な,なんかその視点のものが中心じゃないですか。はい、でそれで言ったらむしろ自民党総裁選の方が労働市場改革とか<あ>まあそういったところに話が踏み込まれたりとかして、はい、そっちの方がまだ、ね、もう生,産生産的だったというか、はい、ってことからするともう少しそういったねいわゆるまあ アベノミクスでいったらいわゆる第三のや成長戦略的なところそこのところの議論が全くこう抜け落ちちゃってるんで、えーうん、そこはちょっとと残念だないいうふうふに思いますけど、ね、だ先ほどあの、ね、原子力発電所の問題であるとか稼働の問題も、はい、いろんなあの模索はされてる部分があるんですが、はい、その辺りでエネルギー政策でも急に全部です、ねはい、ゼロってわけにいかないわけで。やっぱりなんかそれは決算力の問題 それが今までやっぱりある程度怠ってきたということなのかできないシステムになってたのかどう見てますかうん、まあいろいろねその反対とかもあるんでなかなか進めにくいところもあったと思うんですけども、ええ、ただねそこはね少し岸田政権でね原発のところは少し前向きになりましたし、ええ、あとはね本当に私はもっとね身近なところでねあのそういった供給力を上げれる政策ってできると思うんですよ。ええええ 例えばあの私はその、まあ、安倍政権のところにあったいわゆる働き方改革はい、はい、私はこれはあの要はあの労働時間規制は私はやり過ぎたと思っていて、はい、もちろんね働きたくない人を無理に働かせるのはまずいと思うんですけど今の状況ってもっと働きたいのに働けないことによって供給力が下がっちゃってるところがあると思うんで。 むしろ私はそっちをやった方が、まが給付金なんか出すよりも効果が高いんじゃないかなと思いますし一律に決めすぎちゃってるってことなんですかね。そうですねであとはまあそういった短期的な話だけじゃなくてまあ今のね原発の話にも絡むかもしれませんけどもやっぱり供給力を上げるっていう意味では。 今ね円安なんで円安かっていうと国内からいろんなそのものやサービスをいいものを供給できていないっていうことがあるわけですからそれこそさっきね半導体の工場の話ありましたけどこれもね動き始めては来ていますけどもこれをもっと推進するとかですねでさらに最終的には結局工場が来てもそこでね働ける人がねいないとなかなか難しいんでそういった意味ではその教育的な側面から考えてもですねもっとまあパフォーマンスを上げれるような人材育成とか。 まあそういったところまで話を踏み込んでほしいんですけどな<あ>なかなか全くこう,う,ういうのはざ、ね、っくばらにできるのは伊勢山さんなんてもう大学でおられてねやっぱり人材の育成というのは大事であると若い人も何となくねどうもそのこう小さくなってしまっているとか海外も出ないとかですねいろいろ言われてますけども、うん、なんか現実にそうでもなくて意欲のある種若者はいるんだっていうんですけど、はいはい、生かせないというか。そうですねあの っっ時はは日本の若者は内向きだててずっと言われ海外なんか行かないで国内にいる方がいいって言われてたんですけど最近あの学生なんかと話をするとですねいややっぱりちゃんと稼ぐためには海外行かなきゃいけないとか、まあ、むしろ海外行った方が、ええうん 成功できるとかですねねいううことを言う人すすすごく増えてますねですからまああの若者はやっぱりこうねじりじり貧しくなっていく中にいようと思いませんから,だからこれからあの放っておくとどん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 人材は海外に流出していってしまうと思うんですねですからその,その若者まあ貴重な人材をですねちゃんと国内に留めるためにも国内を改革していかないと。まあ留学なんかされた学生でもですね戻ってきて日本の中で生かすっていうかそういうようなシステムを作らないとダメだとは思うんですよね。いやもう 行きっぱなしになっちゃいますよね。ですよね。そういったことをこう訴えてくれる政党があれば、若い人たちももっとこう選挙に行くんじゃないかなと思ったり。うん、その辺を争点にどうにかできないかなと思うんです。うん、ここがな、どうして出てこないのかなというふうに。まあ、若干あの国民民主がね、若者向けのね、うん、政策を出してますけど。ええ、でもやっぱりそうやって踏み込んだところはどこもやっぱ出してない、ね。だから街頭ですかなんかでもね、遊説、遊説というか、中でもね。 今ここで言ってるようなものを言って皆さんこうなんですよでこうしましょうよって言ってくれたらああやっぱり身近にこの政党はあるんだなとかって感じてくれると思うんですけどやっぱりその魅力政党のやっぱり発信力の魅力そのものっていうのも相当問われてるような気がするんですけどうう思いますか、ね、そうですかそでねあとはまあ残念なことにねやっぱり裏金の問題とかそっちの方に話がいっちゃっててなかなかこう政策のね、えー、特に経済政策の話に深掘りできないと。 というのは何ともこう、うん、残念だなというふうに思いますね。うん、で、吉さんどう見ますか。やっぱり今今今回のね選挙戦で必要なものっていうのは、うん、いや僕自民党変わるかなってすごい期待したんですけど、まあ、出てきたあの公約がね日本を守るだから、から防衛の話かなと思ったら一番最初ルールを守るだったんで。<laughs> ルールを守る当たり前のことなんだけど、<laughs> それが公約ですかっていう感じが非常にしますよね。えー、あと、うん、なんかこれからっていうのはね、先ほども出てましたけど、中村さん、あの。だから、日本のそのね、やっぱり全部輸入に頼ってるもの方のに、事故、はい、だから。国内での生産力を高めるって、はい、まあいい。 言われましたけど、はい、具体的にやっぱり一つ一つそれ積み上げなきゃどうしようもないと思うんですがどう思いますかね、はいはい。そうですね。でもこれあの実際ね自民党総裁選なんかでも出てた話だと、まあこれも実は石破さんの政策集にもそのいわゆる生産拠点国内回帰させて地方経済活性化みたいなことは、ええ、あの書かれているんですね。ええ、でそれ以外にも多分製造業だけじゃなくて。 農業とか一次産業の部分ですね、すごい大きなですね、そのプラント工場みたいなのを国内で作ってですね、競争力を高めるとか、まあそんな議論もねされてたので、もう少しそういったところに踏み込んでほしいないそれもやっぱり先ほさん、こう規制改革とかね、うん、は農業の中で守られすぎちゃって、なかなか参入できないっていうのはずっと言われてきてます。漁業なんかもそうですよね。す,よねえー、すごい漁業って世界的には成長産業なんですけど、えー、日本はもう自力になってますからね。えー、本当にもったいないと思います。 まあね、これあの、選挙戦の中でも、ね、与野党間できちんとした議論というのは、はい、今の今日の経済問題なんかもそうなんですが、はい、ただ、これあ,の、まあ結果としてこれからの日本経済というのがまあまあ、あんまり、ね、明るい要素がないというのは言われ続けてきたんですが今後やっぱりどうしても変えなきゃいけないという曲がり角に来ていると思うんですが永山さん、そういう面で言ったら、はい、選挙後の経済対策というかですね、はいはい それはまあ増税なんかの話も出てくるのか財源問題またあの再燃するのかもしれませんけどどう見てますかはい、はい、とりあえずも、ね、報道で出てますけども、ね、あの経済対策はあの昨年度よりも規模が増えるということのようですねあと私が一つまあ警戒しているのがあの、まあ、今回選挙が終わってもです、ね、来年参院選を控えてますから、はい、あまり多分痛みを伴う政策は打ち出しにくいと思うんですけども、はい、仮に来年の参院選をある程度議席確保できたらですね、ええ 私はそれこそあの、まあ、増税っていう話も出てくる可能性があって、えー、もちろんね経済が力強くなっている中での増税だったらいいと思うんですけど、えー、まだ足腰が弱い状況で拙速にやりすぎちゃうとちょっと怖いなと、うん、もうにねだから防衛増税も決着つけるみたいな話が出てきてますから、はい、その辺の議論がちょっとこれから注目かなと思います。足腰をね強くというかねその部分っていうのは可能性はないなんてことはないんだと思うんですが瀬山、はい、さんどう思いますかこれからやっぱり日本本経済っていうのは本当に、うん まあこの曲がり角に来ている中でどっちに行くのかって言ったら当然、これ上昇する方向に行ってほしいっってて全員が思ってることですけどもそう,、ねはいまあ、そういう意味ではあの来年の参議院選挙までは多分身動きが取れないっていうことになるとですね<ー>そうするとこの,やっぱりこの半年間時間を失うのはすごく大きいと思いますよね、はい、ですから、そこそこ政権は維持できたけども議席を減らしたという状況になったらまあそこと思いっきりですね、もう改革路線に振るとかですね,ね。 新しいこととをやるとかですねでそれで参議院選挙も勝つんだというような戦略に変えた方がいいんじゃないかと。 いう気だから旧来のやっぱりこう価値観というかです、ねうん、既得権とか含めてあのこれ永本さんそういうことにやっぱり頼ってきたものをもう脱ぎ捨てないと次に進めないっていうのが日本の姿じゃないかっていう人もいるんですがどう見ますただもともとやっぱり石破さんってあまりそういう改革っていう感じでもなかったので <laughs> そこはあんまり,りまちょっと、はい、あの期待はしにくいかなという気もしないでもないでなすけど、ね、はい。これじゃあ他の野党も含めてって磯山さんどうでしょうね。 いやまあこの結果、ね、どういう選挙結果なのか全く分かりませんけど、ええ、まあかなり大きな激震であることは間違いないと思うんですよね。ええ、これをきっかけにしてやっぱりこう日本をいい方へ持っていくという流れができるといいと思いますです,ね、ええ、ですよね。 だからあの結構、選挙戦の中でもねやっぱり過去のだから30年何もできなかった日本というのは動かなかったものを変えようとかって言ってるある党もありますけれどもあそういうあたりでは変えようという改革に向かうということをこれは与野党とも真剣に考えてもらわなきゃいけないとそういう意味では非常に貴重なこれ今選挙戦なんだろうというふうに思いますす明日ですが選挙のプロと記者2人が衆院選の序盤情勢と注目選挙区の動向を分析します。長野さ,んさんどううもありがとうございま 다맞화제 <목소리로>